はい、皆さんこんにちは。テリオンのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで久しぶりにやっていきましょう。妙2大将の侍騎士メインミッション見果てぬ夢。はい、ということでやっていきましょうか。でね、本当は公開でですね、これも今回プレイしようと思ってたんですけど、一つのモニターに、ゲーム画面と、まあ、チャットの画面両方出して、プレイしていくと、ゲーム画面のね、文字がちっちゃくなりすぎて、全く読めない。ということが分かったので、もうね、このまま行かせていただこうと思います。うん。今この状態でも結構読むの苦しいんでね。まがまがしい陽気の勢いが増しています。もはや猶予はない様子。未だ体の家に私は捨ておいて、若者よ急ぎ、大竹丸の元へ向かってください。人形が忘る道を妨げるように、大竹丸を切り、破壊と暴虐から日の元を救うのです。ということですが、メインミッションか。これいけるかな。船を翻弄する波間に、ガキ城が浮かぶ。島にそびえるのは邪悪を極めし総格。大将の鬼を切るため、ソハヤ丸を握り直し、岸辺へ降り立った。まあ、これやったらね、多分全部、一応メインストーリーはやったことになるんで、ダウンロードも含めてね。ただまあ、あれですけどね、レベルが、その高くないモードで、やったことになるんでね。何これ、かっこいいんだけど。もうこれはスクショ案件だね。さあ、やってまいりました。伊勢の国、鬼ヶ城、鬼ヶ島。人とあやかし、皮肉にもこの孤島はその写し絵じゃろうて。憎み合う心が互いの隔絶を生んだのじゃな。猫またよ、やけに感傷的じゃの。今は大竹丸を撃つのに全力を傾ける時。奴の心中はいかなるものであったとしても。はい、ということで大竹丸をね、撃つっていうのがね、今回の目標らしいですけど、これガチのボス戦になるんで、これやばいかもね。0時28分。うん。実況始めたの0時28分。覚えておいてください。ちょ、コントラストもね、ちょっと怪しいから、この水とかにもね、落ちちゃうかもしんない。うわ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 。久しぶりになるとやばいね、これ。迫力が。お、危ね、やばい、久しぶりにやるゲームじゃない、これ。うわ、ちょっと待って待って、久しぶりにやるゲームじゃない、やっぱり。うわ、ちょっと技が覚えられない。よし、倒したんじゃないか。待て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 。なんか操作がいろんなゲームちょっとごっちゃになってて、やばいな。 L1 とか R1、 あ、じゃあ R1 とかね、なんか押しちゃう、いろいろガードが、このね。あ、こっちは関係なかったか。ちょっと待ってね、上段。下段にしとこっか。うん。このゲームちょっと色が薄いからね、モニターをね、見やすくするようにちょっと明るくしてるんだけど、それがかえってね、見づらくなっちゃってるっていうね。そこに囚われておったのか。うん。どうにかして助けてやらにゃ。お、なんだこいつ。あー、おお、よいしょ。ほっ、うお、やっぱ裏立ち鉄月間に頼るしかないよね、基本ね。モニター明るくっていうのはモニター自体を照らしてるんですよ。照明でね、それで明るくしてるから。どうしようどうしよう、あいつちょっとやりたいな。カニさん一発でいけんか。あー、無理か。あ、ガキも来た。ガキさん。さあ、ガキさん一発だったね。うわ、ちょっとなんか弾きができると思っちゃうんだよね。で、これね、ひるまないんだよね、敵が一発当てても。だから攻撃は食らっちゃうんですよね、どうしても。そうそうそう、これ体力切れたらむちゃくちゃダメージ受けるから、
体力切れで基本攻撃をねもらわないように気をつけないと。そうそう、斬新だ斬新。そう、斬新が決めれるか決めれないかで結構変わってくるね、難易度がね。うん、さあカニさん、よいしょ。ほっ、カニさんこの月は効くな。よいしょ、距離感持って、よいしょ、はい、オッケー。さあこの最後のミッションは長いかな、ルート的には。久しぶりなんでね、この勇者にね来てもらうっていうのもありなんだけどね。何だったっけ、なんて言うんだったっけこの勇者の名前。あ、仕方なずか覚えてるんだけど、うん、味方になってくれる方は何だったかちょっと覚えてないな。よいしょ。そうそう、勝手にこれ技でね中断とかになっちゃうから気をつけていかないとね。擬人図かだ、擬人図か確かね。そうそう、なんでこれやってるかっていうと、今ね渋沢光さんのねゲームがねセールになってるんですよ。その影響です。シンプルにその影響です。あ、久しぶりにやってみてえなと。やべえ、これちょっとモニター明るくしすぎてて見えない。うわっ、あぶねえ、ちょっと色が薄いんだよねこのゲーム。よいしょ、やばいなこれ。よいしょ、やべ、無人が出てきたらどうしよう。なんか霊つくつどうやってるんだったっけ、こうか。うん、いいね。これマルチでやったらすごいやっぱ面白いだろうね。仲間を撃って殺さなかよ、もう助けは来ねえよ。何、仲間を撃ったらと。あ、そうか、これ死んだらアムリタを失うんだったね。すごい次のレベル上がるまでアムリタいるから死にたくないね。できれば。あ、ここなんか中間ショートカットとかありそう、社とか。何、何言ってんの。ここは何が何でも守る約束した、夢の中で言ってろ。あ、弾がなくなった。夢の中で言ってろ。よいしょ、ほっ、やべ、死ぬ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 、あぶねえ。あれ、妖怪はどうやって使うんだったっけ。うおー、妖怪技、妖怪技、妖怪技使えた、ちょっと忘れた。ちょ、妖怪技、妖怪技、ここで使わないとまずい。あいや、妖怪技さえ使えたら勝ってたよ今の、絶対に。え、ちょ待って、ティップスでもうちょっと、妖怪技はどうやったっけ。あー、しかもあれ持ってなかったね。あの一回さ、蘇りが使えるやつあったじゃん、あの技。あー、やばい。精錬ろうそく使っちゃおうかな。やっこまで死なずにいけるよね多分ね。多分 L1 となんかだったと記憶があるんだけど、妖怪技ちょっと練習しとこう。一回使う練習しとかないとね。あ、そうだ、こっちなんも、あ、あー、小玉がいる。ちょっと加護を受けて、さあ、帰ってくれたかな？よしよしよし。できればろうそくをね、落としていってほしいね。さっきこっちの中通っていったから、今度こっち通っていってみようか。あ、違う、こっち通っていったんだ、さっき。こいつでちょっと妖怪と練習したいな。あ、違う違う違う。うわー、
うっそ、この状況で死ぬ？うわ、ちょっと待ってよ。おい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 、アムリタ失ったし200万。ちょっと待ってくれよ。あ、帰ってきた。ちょ、ゼロポイント帰ってきてもダメだって。ちょっとこれはまずいな。アムリタの記憶。チュートリアル。ちょ、待ってね。技だけちょっともう一回確認させてください。妖怪武器。構え。あったあった、妖怪技。R2 と三角か。あー、R2 だったか。R2 か。うわー。やべえ。これはまずいぞ。あんなやつにやられるとは。うわわわ、ちょっとまずいな。前回は全く死なずに行ったんだけど。ほっ。よーし。よし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 。R2 だったか。カニさんはちょっと相手にしない。ちょっとめんどくさいから。こうだね。よーし。うわー、ちょっと待て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 、死ぬぞ。どうなってるどうなってるこれ。3体も来た3体も来た。くそ。よいしょ。よいしょ。やっぱカシャさんは強いな。あ、しびれてる。よーし。赤がっぱ。いや、これこそ目に悪いよね。下落ちたら元に戻っちゃうね、多分ね。だからルート的に、こっちからこっちに行って、ここを守る、俺守るを倒すんだよね。遠距離から、うわ、そうなると思ったわ、今。後ろ向いてるか。これじゃ当たんないな。あ、でもクリーンヒットになってる？なってるっぽいな。よいしょ。お、消えた。まともに戦ってもしょうがないからさ、こういうやつはもうこういうのでやれるだけ差をつけていく。よーし。で、乗り込む。ほっ。わ、ガード強いな。ほっ。ほんと前回やった時とね、全然違う。ほんとに何ヶ月も置いてるからね。よいしょ。よいしょ。とどめじゃ。カシャ。いって。うっそ、カシャがそんなに効かないなんて。うわ、うっそ、こいつめっちゃ強いじゃん。いや、待て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 、聞いてない聞いてない。こいつがこんな強いってことは大竹丸めっちゃ強いだろこれ。もう一回いけるか。無理か。うん。わあ、バカだれ。これはまずいんじゃないか今回。多分ヤシロが来るんじゃないかなと思ってるんだけど、これだよね多分ね。何これ。あー、レバーか。よし、こっちなんか階段があるけど、これは何？アイテムか。うん、地下に行くかそこ通っていくかだけど、まあ多分こっちの方に社があるんじゃなかろうか。あ、違う、もうゴールっぽいぞ早くも。こだまちゃん、まずいよまずいよこれ。社ちょうだい。飽きた、やしろ。よし。さあ、これで、弾を補充しつつ。アムリッターは、全然足りないな。まあ、アムリッターはね、
ゲットできるところはあるっちゃあるけど、あ、まず左から回っていってみようか。うえー、君か、君なんか戦ってもあんまり美味しくないから強いだけでさ。なんだよその鉄砲なんか出してきたか君今まで。うわー、ちょっと待って待って待って、よいしょ、美味しくないんだよな。また降ってくるパターンでしょ。どうぞ、待って待って待って、これ降りる、上から狙った方が良かったか、こいつ。ほっ、ほっ、よーし、先手必勝で5000当てられるのはちょっとありが、あ、なんだよ、どっから撃ってんだお前。よいしょ、よいしょ。これさ、信長の野望的な感じで、本当に信長の野望。お、鐘楼のろうそくだ。何、荷物入れがいっぱいだと、そんなバカな嘘。え、どうする、所持品。うわー、なんかじゃあ戻っていって、こんなのいらないよ、86とか。え、戻っていってこれ売らないと。あー、なんか気持ち悪い骸骨がいたね。うん、売れたっけここで。あ、奉納しとこうか。だからね、いらないやつをね、まれびと召喚したいな。1312、強いのかな643、まあ弱いよね、この辺のやつ。月影十文字槍、719、まあまあ強いな。御神化の土、これも読むの結構大変だな。一本だたらの大太刀、なんか大太刀ばっかりいっぱい手に入れてるけど、まあ物干し竿があるからいらないよね基本ね。待って待って、鬼量いらないな。仕込み杖、仕込み杖、これもいらない、仕込み根か。患者の手甲、患者全然守備力違うんだけどこれ何、808万の守備力、めちゃくちゃ高いじゃんこれ。これもいらない。で、大筒もいらない。200、まあ装備は縦なし装備にしてるから基本それ以外はいらないよね。縦なし。あ、じゃあこの上皇のなんとかってやつも基本いらないな。まあ結構縦なしに迫ってるっちゃ迫ってるけどね、カッパ装備もね。縦なしが283。あー、迫ってるな。318があるぞ、独眼竜。まあ一応これだけじゃあ持っとくか。そろそろ守備力的にね、足りてない感じはしてるよね、正直ね。よし、じゃあこれで奉納しちゃいますよ。はいと。いいよね。久しぶりすぎてちょっとわかんないんだよ。よし、これでアイテムは取っていけるようになったぞ。で、右のルート行ってみよっか。さあ、なんかいる。あ、ワイラか。多分左右で敵の強さが違うんだろうね。こっちのルートだとワイラルートか。ワイラを無視していくルートはなしか。行くか。ワイラ戦うとね、遠目からちょっと一発撃っていってっていう感じになるから、ちょっとあれがね、弾がなくなっちゃうんだよね。
よし、とりあえず2発でセーブして、あとはワイラと。よし、ジャック痛いな。よーし、ちょっと節約できたね。で、まあそのね、渋沢公のそのセールになってたのが、まああの、よいしょ、仁王はね、でも多分セールになってたけど、多分ね、仁王はね、年末に持ってくるつもりだと思う。12月が多分ね、仁王のコンプリートエディションとか、そっち系をセールに持ってくるつもりなんだと思います。で、今回セールになってたのが、あの、信長の野望ね。信長の野望の、創造 withPK。うん。なかなかセールにならないから、結構レアだと思いますね。プラス、立志伝と、何だったかな。あと、三国志の13の PK。ほっ。と、新三国無双8かな。うん。8は本当にね、あれなんです。あ、挨拶しとこう。くらくらポカポカするやつ。そしたらあげましょうか。所持品に入れてたよね。お気に入りに入れてたら使えないからってことで、お気に入り、あ、酒、これでよかったよね。はい。待ってたよね。待ってるよね、須玉ちゃん。よー、最高級の玉鋼。よし、ガンマだ。これはいいぞ。これ、無双がね、一気に溜まるやつでしたよね、確かね。あ、待って、変なの飲んじゃった。ちょ、待って。どうやって帰るか、わからんから、やっちゃったよ、いろいろと。これで帰るんじゃなかったっけ。あ、こうか。基本 R1 だね。この辺の切り替えは。新、道はどっちだ？今ので分かんなくなったぞ、道が。この奥に行けばいいのか？まがまがしい何かが、うごめいているぞ。あっ、カッパさんか。ほっ、よいしょ。うえ。カッパ。よーし。達人。あ、でもカッパじゃなかったか。この床闇を支配する敵は。あ、どっちだ、カッパ。カッパがいた方向の奥に進むんだよね。落ちたら死ぬでしょ、これは。じゃあ、登りだね。登りで、ぐんぐん登っていく。さあ、どこだ?レベルを上げられないから。うん。ほっ。何これ。ショートか？ショートカでいいのか、これは。適当にぶん殴ったら。お、備前一文字。なんじゃの塊は鬼どもが溢れてきよる。あー、普通にショートカじゃん、これ。じゃあ、回復して、ショートカ使って上に行きましょうか。おみきは自動補充じゃないのか。戦略だけだね。よし。じゃあ、ここ上がっていって。で、こっちだね、多分。あ、なんか光ってるぞ、あっち。あれ、カッパさんか。ほっ。四季次郎ぐらいは一発で倒せるようになってほしいな。これか、塊って。これを壊せば鬼が。冗談じゃい。おーい、ちょっと待て。お前か。お前の術だったか。くらえ、あー。
待て待て待て、仕掛けがなんかあるぞここ。よし、ふんふん。いやいいね、この上段でバシューってぶち破った時の気持ちよさ半端ない。誰かいるね、お前か。ほんとこのね、死にゲーってこれ上から撃ってくるやつが一番鬱陶しいよね。だって視界に入らないんだもん、卑怯だって。汚いわ。お、誰か下にいるぞ、赤いマークがついてる。なんだ、何あれ、光ってる。こいつ違う、カッパか。カッパを倒したらいいのか。今カッパが光ってたよね、明らかに。ふん、いやいいね、この水属性のダメージ。さあカッパさ、いってカッパ強いぞ。あ、まずい。待て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 、死ぬ死ぬ死ぬ。おいおい、四季次郎なんかにやられたくないぞ。うわ、おい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 、よいしょ。くそ、倒せないか。ちょっと待って待って待って、なんかいっぱい出てきた。二人まとめて食らい。よーし、カッパだけか倒せたのは。君はそんなに強くないんだ。弾きが欲しい。うわ、弾きが欲しい、赤老の。くっそ、この弾き要素あったら面白いだろうな。いいぞこれ。あの赤いの何だったんだろうね。こっから登ってきたんだよね。またルート複雑だな。あ、やった、招きの鈴だ。いって、見えないんだって、色がかぶっててさ。ほんとこれモニターがさ、モニターが画面があれだと辛いよ、色が薄くなって。何こいつ、え、下半身ない、こいつ。よいしょ、よーし、うわっ、倒しきれずか。違う、ソハヤシがいた後ろに。あ、これあれ、あれか。よいしょ、撃って逃げ撃って逃げだね、これはシンプルに。104の武甲、あー、これビワ胞子がいるか、もしかしたらこの上だろうね、多分 いるのね。ベンベケやってんだろう、聞こえるぞお前の音が。どこだ、ちょっと待って、タタラ先生かよ。タタラ先生を勘弁してくれ。くそ、痛い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 。よいしょ、うわー、燃えろ。これ目に悪いわやっぱり。まばたきできないもんだって、めちゃくちゃ目に悪い。まばたきする暇がない。やっぱのんびりしたゲームじゃないと無理ですねこれ多分ね。信長の野望だったらさすがにあののんびりしてるからいいと思うけど、
もう今後この手のゲームは無理かもしれない。やっぱりいた。よーし、負担が大きいよ。よーし、なんか粉々に砕け散っていったぞ。こっち降りる？ああ、下のルートが正解だったか。どっかセーフポイント。ちょっと、コナキさんじゃないですか。よいしょ。シンプルな RPG とかだったらね、多分。よいしょ。できると思うんだけどね。コマンド式のさ、ファイナルファンタジーとかね、ドラゴンクエストとかだったら。この手のゲームがどう転ぶかわからないね、正直ね。こればっかりっていうのはね、さすがに厳しいと思う。うわ、またたたら先生か。ちょっとどうなってんの、ここ。初期で言ったらボスだよ。初期のボスがなんで。よいしょ。ほっ。まあこういうの無理せずさ、3発ぐらいで当てて引っ込んでっていうのを繰り返していくのがシンプルでいいんじゃない。こっち反対方向だけど、なんかアイテムあんじゃない。回り込むだけでした。さあ上はとにかく中間点が欲しいんですが、小玉ちゃん、あれは八郎じゃないか。違うな、こっちから来たんだもんね。じゃあこの奥に行かざるを得ないか。まあこいつは倒すか。後ろ向いてるし、今のうちに。よいしょ。ほっ。行って、今一瞬だよ、本当に。一瞬目を離した隙にやられたからね。一瞬瞬きした瞬間にやられるっていうね、すごいよね。罠かよ。怪しいと思ったんだよ。さあ罠、むしろなんか来てるぞ。カニか？違う。よいしょ。お、いいじゃないですか。妖力が回復するからね、積極的に取りに来たよね、正直ね。さあ元に戻ってる。なんかぐるぐる回ってる回ってる。こっちじゃないんだよ、もっと奥に行かないと。左の方向だね、方角的には。ただここ出るんだろうね。でもね、こんなとこで落ちてる。え、なになになに、なんか飛んでるぞ。あれなんだよこれ、急になんか幻想的な。こいつか？違う、こいつは違う。こいつで妖力を使うのはもったいないが、あはっ、危ねえ。もったいないが、ちょっとこう叫んでるやつがいるぞ。めっちゃ耐え気力あるんだけど、こいつどうなってんの。ズム、危ねえ。小泣きじいさん、君そんな強かったっけ。暗っ。うわ、来た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 、ムクロヘイ。
こいつの回転に本当泣かされたよね昔ね。いやー今も泣かされてる。待って待って、これ死にたくない。いやー強いって、そろそろ呼ぼうかな私の仲間をね。いや戦略の消費も敵の攻撃力上がってんだよね。あれ下か、下にいるのか、この常闇を司る何者かが下にいる模様です。ヌッペさんか、ヌッペホップ、ヌッペホップか。よいしょ、あ、よいしょ、よーし、とりあえず遠距離からでも攻撃を当てられる分だけ当てておきたい。危ねえ、よいしょ、ヌッペさん待って待って、死ぬ死ぬ死ぬ、うわ、よいしょ、いいダメージが入ってるな、よいしょ、いやーこれでようやくセーブポイントまでいけんじゃない。ここまで来たら社が欲しいんだけど、あ、こいつをとりあえず回して、でも鍵を得たってことはここじゃないんだよね。こっちじゃなかったもんね、鍵があったのはこっちだもんね。ここだったね、牢獄の鍵。あ、誰か捕まってる、もしかして味方が。ヌッペホップの干し肉、なんかいい監禁アイテム臭いな、これは。陰陽師、うん、いやこのダンジョンきついな、思った以上に。ああいた、やっぱりこれなんか味方じゃない、やっぱり。ありがとう。え、無事なじゃん。あ、無事なとの同行だって。やったやった、無事なこれ私と同じ装備でね、この無事なさんは一応頭ね見えなくしてるから、頭装備つけてても装備してないようになってるんですよね、顔が見えるようにね。こういう細かい配慮がねいいですよね。あ、そうそうそう、ホライゾンゼロドーンがねセールになってたね、そういえばね。さあ、ムジナと同行したということで、ムジナ消えてないよね。まあ、ルートは右だろうね。あれ、これ、また帰ってきたじゃん。どういうこと？帰ってきたよね、これ。ぐるって回ってね。どういうこと？一応光ってる方向に来ますよ、私は。こっち方面。ワイラいて、こう戻ってきただけだもんね。ワイラ無視して、上に行ったら無事な、じゃなくて小玉ちゃんがいただけだもんね。ムチナ戦ってんの、もしかしてムーちゃん。ムーちゃん、そこは無視していいよ。ムーちゃんまた帰ってきちゃった。どこ？
このね、メインミッションになるとね、マップが、あ、めっちゃ強い。やべえ、この無事な装甲、攻撃力が自分と同じになってるから、めっちゃ強いんだ。いつまで同行してくれるんだろう、無事な。ずっと同行してほしいけど、体力と下になんかゲージがあるから、その期間しか多分いないんだよね。この下のルート行ってみようか。こっち抜ける。待て待て待て、ここ抜けるとかじゃって罠じゃねえか、ここ。くっそ、罠ルートだったか、これは。あー、また名声ランクが上がったって。罠ルートだったのか。くっそ、ほんとメインマップはね、わかんないんです。あ、ムジナがついてきてくれたってことは絶対なんかあるんだよ、すぐ近くに。あったはずなんだよ、ルートが。あれ帰ってきたけど、だから帰ってくるルートじゃないルートがあるはずなんだよ、多分ね。よいしょ、戦略補充していきましょうか。どうやって帰ってきた、さっき。でもそこ開けて帰ってきたんだよね、多分ね。だからムジナが捕らえられていたところから帰ってきたらここだったと。で、開けて帰ってもゴールは上なのかな、これ。上っぽいな。ずっと登っていくルートがあるのか、もしかして上の方まで。とりあえず向こうまで走り抜けて、ムジナがずっと戦っちゃってるからちょっと苦しいけど、まあ期待はできないよ、当てにはできないよ。強いな、ムーちゃん強いわ。一人でやっちゃってるもん。ここは狙ってきたあの弓兵がいたとこだよね。強いな。で、ここに行くと、琵琶法師がいたとこで、何ぐるぐる回ってるだけだよ、これ。コナキがいて、うわ。戦う必要ないしね、こんなのね。まあ、追ってくるから。追ってくんな、やっちゃうよ。よいしょ。痛いな。無事な杖。ムーちゃんいるだけで全然違うわ。倍だもんね、攻撃力はね。強っ。やばい、無事な体力が。うそー、行かないでよ。こっち、やばい、マジでルートがわからん、これで。上ルートある、これ。うわ、ないな、向こうだね。結局さっきムジナがいたところに行くだけでしょ、これ。あ、なんか地下に行く道あったよね、そういえば。そっちなのかな。それしかないよね、あとね、あり得るとしたら。よいしょ、地下道ルート。
ほい。ほんと上段でいったらいいダメージ入んね。うん、あーこっちの攻撃の方が入らないのか。あ、上段の突きはダメージでかいな。え、西方書なぎなたかま、あ、小玉ちゃんがいる。ちょ待って待って、こういうところならさ、だれるからさしっかりこうさっと見つけてきたよね。こっちに上に道があるとか、さっきのだって同じとこを走ってるだけだよ。こっち上に行く道がありそうだね。でもね、よっ、うわ、まずい。やべ、上段するとなんか守備力も下がるのかなこれ。すげえダメージ受けんだけど。いや、これ下段しても2000当たるからいっか。いやー、よいしょ。はあ、ちょ、アムリタも大してたまんないしさ、戦っても意味ないんだよ。なんか来た。こいつか。こいつを倒したらいいのか、とりあえず。あー、なんかこれ、そういうタイプのやつか。いって。おーい。とりあえずこのなんかあそこにいる赤いやつを倒せってやつこんなわかんないよ、説明してくんないとさ。しかも帰ってこないし、精霊ろうそく使うか、しょうがないよね。はい、じゃあ使います。赤い影を追いかけていくと多分そのボスと戦えるっぽいんで、これはわかんないよさすがに。多分赤い影がいる場所を指してんでしょこれが。だからこいつらはまあほぼ無視して、うわわわわ、めっちゃ追ってくるやん。たたら先生の無視で、いや、あいつにやられるとは思わなかったね。風紀、あ、そうか、ショットカでさ下に行ったらすぐ行けたのか、こんなとこわざわざ通らなくてもそのためのショートカットだったのね、あれね。まあ守護霊も取り返さないといけないし、ここら辺だったよね、あいつに出会ったのね。この辺りだったよね。あ、こいつか、風紀。うわ、いって、危ねえ、くそ、うおー、つえ、おい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 、マジかよ風紀さん。うおー、かわすか。うわ、くそ、動きが速すぎる。汚いぞその置き方。うわ、常闇にもするか。危ねえ。おいよ、
そうか、守護霊がいないのか今もしかして。だから使えないのか。おーい、じゃあ待ってよ、もう28分からやったからもう1時間だよ、もうすぐ。風紀がいるところに行こうと思ったらすぐだね、これね。こっち行って、どっち行ったらいいんだ、風紀いるとこ。こっちは反対か。ん？こっちか。パッとワイラ。待って、これ新しい道だね、これまた。なんか知らないぞ、こんな道。おいじゃ、おいじゃ、ちょっと呼ぼうかな。これちょっとお助けマンを呼ぶしかないね、擬人塚でね。いや、風紀さん強いわ。この人呼ぼうか。え、トキコさん、トキコさんお願いします。これは飛び降りたらどうなるかな。ちょっと飛び降りよっか。道としてはこっちで開いて、すぐ近くっぽいぞ、すぐ近くっぽいぞ。待て待て待て、すぐ近くっていうか。え？ここ開いた道だったよね。開いてすぐ、小道みたいなのがあった記憶あるんだけど。これは違うわ。こっちのルートじゃないね。こっちのルートじゃない小道があったはず。こっちだ、こっち。こっちの小道だ。こっちのルートが正解だ。で、ここを無視して、戦っちゃってるからな。で、この先だね。で、風紀さんに会えるはずなんですが、くそ、風紀さんに会う前にやられちゃうぞ、このままじゃ。風紀さんこの辺りにいるはず。おいおいおい、いって、よいしょ。トキコさんお願いします。ほっ、よいしょ。これ大竹丸のとこに行くの2時間かかるわ。ちょっとダメだね、これ。多分どっかで抜けることになるね、これ。まずい。ちょっとやっぱり、変に関わったせいで。んじゃ。行って。嘘。うん、風紀、お前の最後じゃ。二人がかりでもこれかよ。よーし。風紀じゃなかったのか。あ、でも奥に道があるぞ、これ。あ、これが正解っぽい。ようやく開けた。よーし、これでどうなんの、上に登ったらどうなんの、これ。ここは多分鍵がかかっていて開かないようだ。ちょっと待ってよ、これもう一段まだ上がある。これ1時間コースだよ、これ。何これ、動かす。今は動かせない。
待て、ちょっと中途半端に関わったせいでどえらい目に遭っておりますよ。よいしょ。ほっ。いやー、これ道中はやっぱりね、お味方と一緒に行かないと苦しいところがあるね。どえらい敵が強いっていうね。なんなんだ、あの風紀とかいうやつ。まあ風がいたら土とかもいるんじゃないこれ。土に、火に、風に。ファイナルファンタジーか。よし。なんだなんだなんだ。さらに上に上がるルートがありますが、とりあえず上に上がっときゃなんとかなるでしょう。何あいつ、コナキさんか。うえ、これこっちが攻撃してても絶対カウンターで当てられるのきついんですけど。よいしょ。いやー、この仁王2はね、途中でやめられないからね、きついんですよこれ。よーし。だからね、どっかで切りよくやめるって感じにしないといけないんですけど、それだとね、途中からってのはできないんですよね、確かね。だからね、4時間とか5時間とかになっちゃうんすよ。あ、ムジナちゃん、なになに。よし、ありがとうムジナちゃん。さあ1時間経っちゃったよこれで。あ、ジローたちだ。しかしルートが空いておりません。どうなってんだこれ。下か、早かったんだろうね、上に登るのが。多分もっと前に、ね、キュンキュン言ってるよ。え、スネコスイ先生がいるんじゃないかこの辺り。しかし私はまだ上に行く。何こいつ。うん、氷、雷、水。火も出てくるだろうそのうち。待ってくれこいつも。またうわーっと落命してしまった。ほらやっと1個取ったぞ鍵。ちょ、1時間経ってるし、きついきついこれ。今は動かせないようだ。ん？ああ。まあでもこれでその鏡があるところに行けるんでしょう。鍵がかかってるところに。あ、これか。あ、これで上下に動かすわけか。あ？はしご？切れてる。これ？よいしょ。とりあえず拝んどこうか。アムリタもたまんないし、これが開けられるようになったのか。こっちは？こっちが動くようになった？
なんでなんで。ちょきついって。ベン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 言ってっつまた。この奥にも何者かがいるっぽいが、今度はお助けがいないからな。カッパか。違う、カッパじゃない。誰かいる、このカッパの上に。カッパの上に何かがいる。多分そいつがまた強いやつなんでしょう。よいしょ。この先か。よいしょ。おい、ダイ、ドイ、はあ、ちょペルソナとかにした方がいいね、絶対ね。どこどこ、よいしょ。よーし、倒したけど、ベンベン行ってるか、リア法師さん。倒すべきやつは君か。うわ、気持ち悪いな。うわ、よいしょ、一発。まだ倒れんか。おい、嘘でしょ。ええ、またあ、毒か。気持ち悪いな。会話機乙女に毒の注入なんかするんじゃない、気持ち悪い。会話機はないか、会話機はないか。よいしょ。アイテムだけ、むっちゃアイテム手に入ってんだけど、もう持ち物いっぱいじゃん。うわうわ、死ぬ死ぬ死ぬ。これルートが分からない上にさらに大竹まで戦うってなると、3時間コースじゃないかこれ、絶対無理だって。ちょっと勘弁してよ。セーブポイント、セーブポイント下だよ多分戦う敵。頼もラーダさんお願いします。え、なになになに、この人呼ぶだけ、そんなのないよね、まだあんの。あ、下りの時だけかこれ。うわうわ、ちょっとなんだめこいつ。よいしょ。あー、何それ、レーザービーム。おら、体力なさそうだ。でもあー、3人出てきた、ふざけんな。よいしょ、まずい、死ぬ。うん、まだ、よーし、荷物入れがいっぱい。
合わせ一応取ったけどね。どうすんのどうすんのこれ。もうアイテムがいっぱいすぎて取れないよアイテム。あ、神器のかけら。でもこれ降りなきゃダメでしょこれ。とりあえずこいつの片代だけちょうだいよ。取れないの片代。悲壮の鎖鎌。ちょっと合わないねこれ。くそ、こいつの形を取れないと困るんだけど。所持品。待ってね。大量にこの辺りにじゃあ捨てていこうか。まあ744とかだと結構あってもいいかなっていう感じはするけどね。めっちゃいろんな種類のやつが手に入ってるもんねこれね。よいしょ、これが欲しい。これは今は動かせないようだ。降りざるを得ないもんねこれね。しょうがない。降りて途中ね、行けそうなルートがあるんだけど、これ一番下まで行っちゃうのか。で、この左下のさ、これで開くの？開いた開いた開いた。あ、運行で開いた。よーし。行くぞ。大竹丸。多分これでいいんでしょ？これいけんでしょ？いくよ。地下行くの？頼むよ。あの人ついてきてもらわないと。おい、なんだよこれ。あやしろがある。当然セーブでしょう。さてさて、どうなるかなこれは。1時間やってますからね、ちょうど。最後の戦いに挑もうか。盗みを働いた者を血祭りにあげたまで。え？なれど人は世を責める。ゲセル、ゲセルは。ロードさんも倒れそうだから新しい人呼ぼう。妹よ、我らはあやかし所詮の人は。あ、そう、これ大竹丸の声か。あ、じゃあ奉納してから行こうかね。アイテムね。いやー、マジで厳しいこれ。ほんとね、なんだろうな。2O2 のこの難易度ってやばいよね。アクション苦手な人は多分やらない方がいいよこれ。マリオとかのアクションが得意でもそういうアクションじゃないんだよね。やっぱ死にゲーに慣れてる人じゃないとかなり苦しいと思う。正直。しかもこれアイテムの判別もしていかなくちゃいけないから、多いんだよね、とりあえず。まあ、白スラのね、まあ面白さではあるんだけど、とりあえず全部ね、奉納します。多分いろんなね、いいアイテムがあると思うんだけど、手に入ってると思うんだけど、月下なんとかってこれなんだろうね。まあ、いっか。これどうやって見るんだったっけ？オプションか。L2 で情報シート。これか。おぼろ月の笛は藤原康政が愛用した流敵、今昔、物語集、宇治、ちょっとね、字がちっちゃすぎて読めない。ある月下の暁に、なんとかという盗賊が追い剥ぎを働こうと物陰に潜んでいた。そこに、吹きながら通りかかり、
なんとかは隙を見て襲おうと考え後をつけたが、全く隙がなかったため手出しできなかったという。おお、ちょっと待て待て待て。待て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 。はい、新しく、まあ、新しく取った武器全部一気に奉納っていうね。あれでもいいけどね。うん。達人。さあ、これも。全部出すよ、もう。出すよ。正直でもこの辺はあってもいいかなって感じはするけどね。はい。よーし。そしたら行きましょうか。さあ、彼に、頼みましょう。ホークさん。ホークさんお願いしますよ。スケビトのホークさん。あれこれ濡れ女じゃないと色が違う。ちょ強いって。なんだよその攻撃力。うわ、なんかヨーロッパの盾みたいなのがあるんだよねこれね。ホークさん、ホークさんもう倒れそうじゃん。一人で戦うことになるぞこれ。あーはー、ちょ待て待て、これが何、カラステングじゃないぞこれ。なんかもっと強そうなやつが出てきた。え、なんだ、なんだ君、戦いの邪魔をするんじゃない。っていうかえぐいってこのステージ。おかしいでしょう。敵のヌエかなんかかもしかしてこれ。うわ、敵の登場の仕方がおかしい。ああ、ご落命なさってしまったか。よいしょ、3000当ててもひるまないからさ。おかしいだろお前。よいしょ、なんだこれ。うおー、今ガードしたのに。うわ、ガードしてもダメージ受けるとか、なんだよそれ。うわー、よいしょ、待て待て、変なやつがいるし。よいしょ、待って待って待って、ちょいろんなやつがちょっと応援しに来すぎだって。よーし、かすってなんとか倒した。落命した。うわクソ、落としなあいつ。あー君のかわし方はタイミングはもう覚えてんだよ、体が。その技のタイミングは。よーし、あ、小玉ちゃん。よーし、これさ、ここからまた大竹まで戦うの？お願いしますよ、秋の。うわー、やばい、もう大竹丸じゃん。大竹丸弱くあってほしいな。無理だろうな。っていうかさ、大竹丸ってさ、その光、普通にボスだからね。鈴かよ、それほどの覚悟か。人と忘れるなど虚しき夢を。ならば、ぬ。何？やめてくれよ。夢ごと滅ぶがいい。
おいおい、なんだよそいつ。お姿、うわあ。あ、強い。もうあの回復の術がないんです。やめてください。しかも鉄砲もないんです今。おい、雷ダメージが半端ない。雷のあれつけてこなきゃダメだなこれ。危ね。火は当たるか。そんな当たってないな。おいおいおい、半分はでも削ったか。いけそうだな案外。どうせ第二形態あるんでしょ。火はそこそこ防げてんだよな。雷に弱いんだよすごい。あー回復がね。あ無理でしょこれ一発。あーね、まあこれは様子見ねえでしょ1回目は。無理だって。でもまあまあ半分は削れたから、まあそれなりにね、あいつが蘇らない限りはね、門番が。蘇らないよね、さすがにあの門番。あいつが蘇ったらもうおしまいだよ、正直。勝てる気がしないもんだって。あ、いけるね。うっふんだけは。あーく。蘇るのか、あいつ。なんか声聞こえるし。待って待って待って、はいはいはいと。こんなところで戦略1個使うことになるとは。連れて行っていけるのはこの人だけか。 KY さんお願いします。行くよ KY さん。ターとかいいから。大竹丸、これで終わりだ。大竹丸、あ、しまった。クソ、牛タンにしとこう。うわクソ、入らない。よし2000、よし2000。ちょ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 、スケビトさんは落命。くそ、早いよ。くそ、危ねえ。おいおい、半分まで削ったじゃん前回。あ、この時は弱点か。足に、くそ、一人で戦うの苦しい。あなんだよこいつ、めちゃくちゃ強いじゃねえか。はい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 、帰ってこない。はい、じゃあろうそく使って、あ、少年ろうそくは使えないぞこれ。あれ一回だけ、そんなことないよね。雷の装備に変えとくか。装備品ね、装備を、あれでも雷受け付けてんのにな。ダブルで。あれであんなにダメージ受けたの？ちょっと待ってくれよ。よいしょ。わわわわわ。
呼べるのはこのタイミングだけだね。 KY さん行って、線は痛いって。さすがに KY さんすぐ死んじゃうからな。いやでもちょっと一緒に来てもらうとまずいよ、さすがに。初回は絶対突っ込んでくるね、こいつね。はい、もう落面したの？早いって。よし、回復。220いって。いや、それ痛いな。あ、よいしょ。もうこれでいくしかないね、こうやってうろうろしていくしかないよ。あー、うあー、あぶねえ。ふんふんふん、何時もあやかしてやろう。何故人に釘するか。知ったこっちゃない。よーし、ガードしてもダメだけど勘弁して。うん、危ねえ。ないよ、もうスタミナが。よいしょ。どりゃーく、思い出しがよい。我らあやかしを憎み、下げっ。ああ、死ね死ね死ね。ヌーリアーク、ドゥリアーク、危ねえ。よーい、ちょ待って、死ぬ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 。回復。食らいやがれ。よーし、やったか。とりあえずやったんじゃないか。強すぎるって。勘弁してくれよ。フルに力使ったぞ今。回復アイテムも、いや、めっちゃ強かった。1時間20分ぐらいかかりましたね。人と合わする夢は破れ。
す夢を見た。我が角を砕きうるは同族の力が宿りし刃のみ。その刃が輝く限り、我ら兄弟の思念は残り続ける。なれど世の心残りもようやく晴れた。人と忘る夢をうつつとなした者よ、我らと同じ輝きを宿すその瞳に真実を見せることが叶うとは無常の喜び。我らと血を分けし者よ、感謝する。鬼を殺した若者はその刀を残し、時の彼方へと消えていきました。そして長い長い戦いを終え、はい、ということで仁王2、これで全てクリアしたってことになるのかな。バクを宿したって、そういえばあの文霊とか全然見てなかったね、ずっとあれで言ってるから。え、待て待て待て、達成ってこれ嘘、先があんの、勘弁してください。え、待って、絶対ラスボス出てくるじゃん、また。あ、でもなんかすごくなんかあれだね。明るくなったね。あ、ヤシロがある。先へ進む。先あんの、これ。ちょっとなんかもうエンディングっぽいの出てたじゃん、今。もういいでしょう。1時間20分やったんだから。よーし、しょうがないね。先に進むしかないよね。ここめっちゃむずかった。わかんないもん、マップ、未だに。はい、ミッション終了します。どうやってクリアしたかもわかんないね、未だに。とりあえず上に上に行こうと思って、頑張って行ったら行けたんですけど、あそこがわかんなかったね。あの、一回さ、全部ぐるっと回ってきてさ、社に戻った後、あれがどうやって動いたか分かってないんだよね、正直。
役目を終えたのか、ソファヤマルが輝きを失いつつある。消ゆく輝きの中から、かすかな鈴鹿の声が聞こえてきた。鬼を撃った若者よ、あなたは日の本を守る？侍の起源として長く後世に語り継がれていきましょう。再び巡り会えるでしょうか。時の彼方で、ソファヤマルへと託された思念をたどる長い旅は終わった。めちゃくちゃ大変でしたよ。これ絶対強いよね、これね。氷と雷と炎をバーッと出す。これは、あれか。まあ、もちろん持っていきますよ。二つともね。なんかまだサブミッション二つ、新しいの出てるよ、これ。ちょっと待ってよ。まだクリアじゃないの、これ。はい、ということで、今回はここで終了にしましょうか。セーブしとこう。まあ、社で、一応ね、拠点にじゃあ戻って、図鑑か。届け物なんてのがあるけど。社でとりあえずね、レベルは上げられない。あんだけ熱い戦いをしたのにレベルが上がらないというね。これが、もらった武器かな。大通連、小通連。二属性あるやつか。これもどうせそのうちすぐ手に、入るようになるんだろうね。さすがにそれはないか。これは一応持っていこうか。まあ、あとはだってさ、でも手に入るんだろうね。普通にだって今あるもんね。属性武器。いやー、大変でしたね。かなりフルにアイテム使って、回復アイテムかなりね、貴重なアイテムなんで、あんまり手に入らないんですよね。確か最大まで HP 回復してくれるやつ。だからあれ、バンバン使っちゃったんで、結構ね。まあ次のミッションからメインストーリーじゃないから、すぐに、まあ、マップは終わると思いますが、ということでね、今回はここで終了したいと思います。ご視聴誠にありがとうございます。以上、メインストーリーは終了したということで、まあ、残りはサブクエをやるかやらないかといったところだと思います。また次の動画でお会いしましょう。って言っても、こっち系のゲームはもうできないかもね、やっぱりね。特に仁王は大変だからね、操作がね。仁王じゃないやつ、ダークソウルとかだったら、まあ、ダークソウルも結構あれかな、きついな、やっぱり。もっとね、穏やかなゲームだったらできるような気がします。はい。ではね、何分だったかな ?1 時間35分。ご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。